はい、皆さんこんにちは、ネオジャパネスクギタリスト代々木隆一です。本日は機材プチ自慢フェスティバルということで、推定3時間以上こう喋り続けるんじゃないかなと思うんですけども、まあちょっとコンパクトにね、お話をしていこうかなと思います。まずね、僕が、紹介する自慢の機材、これ俺はねちょっと思い入れもあるんですけど、ギター、ギブソンのレスポールっていうねタイプのギターなんですけど、僕ずっと昔からビーズの松本さんとかね、あとガンズ&ローゼスのスラッシュとかが大好き で、そのみんなこのギブソンのレスポールを使ってたんです。このギターにすごく憧れがあって、こう頑張ってバイトして買おうと思ってたんですけど、自分のお金では買えなかったんで、親にねお願いをして親ローンを組んで買ったんですけど、もう音楽の道で食っていきたいから、ちょっとこうちゃんとした仕事の道具が欲しいってことでこれをゲットしたんですけど、色がですね、ラテクリームカラーっていう色なんですけど、コーヒーっぽいような色ですね。これ実は、日本には多分あんまり入ってきてない色で、まあとあるお店でサンプルで入ってきてたんですよ。どうやら話を聞くと、まあそもそも日本人受けするかどうかがわからないから、まあほんと数本しか日本に入れてないっていうギターで、ただ僕はもうこれに一目惚れをして、もう即これでお願いしますって言ってね、買ったんですけど、もうこれでようやくついに憧れのギブソンのレスポールが手に入って、それからはもうずっとねこのギターばっかり弾いてました。はい、ということで、まあ僕のね自慢のギターなんですけど、このギター実はですね、ピックアップを変えてまして、このフロントはもともとついてる純正のピックアップなんですけど、こっちのねリア側と純正を取り外して、セイモアダンカンのカスタムっていうピックアップをつけています。まあ僕これをなぜつけたかというとですね、まあ僕が大好きなガンズ&ローゼスのスラッシュがこのセイモアダンカンのピックアップを使っているっていうこともあって、で一回試しに乗せてみようと思って、そしたらもう抜群にいい音がして、もうこのねこのズクズク感っていうかね、こういうのがもうしっかりと出てくれる機体になりました。もともと買った当時はすごくハイがきつかったんですよ。で、ちょっと痛いぐらいの音がしてたんですけど、ダンカンのピックアップに変えてからは、それがちょっと抑えられて、ツヤのある感じのね、音が出るようになったっていうね。結構お仕事で、ダウンタウンブギウギバンドの和田静夫さんっていうギタリストの方がいるんですけど、その方と一緒にツアー回った時に、その方ね、ギターを、僕のこのギター気に入ってくれて、ツアーでこのギターを弾いてたんですよ。和田さんが僕がストラトを弾いてたんですけど、でもうねすごい気に入ってくれて持ち帰っていいとまで言われていやダメですってね、もう本当に、まあ、そういうね結構こういろんな人が絶賛をしてくれてるっていう、そういうギターでございます。はい、ということでね、次はですね、僕のこのストラトキャスターでございます。実は僕そのさっきレスポールを紹介したんですけど、僕ストラトに全然興味がなかったんですよもうレスポール一本で生きていくって思ってたんでね、全然興味がなかったんですけど、このストラトの音っていうのがそこまで自分の耳に馴染みがなくて、でとある事情で買わなきゃいけなくなったんですよ。そのとある事情っていうのは、キャロルのジョニー大倉さんのバックバンドでギターを弾くっていう仕事が回ってきて、その時に内海さんっていうね、リードギターの方がいるんですけど、その方はストラットを使っているので、ストラットじゃないと、あの感じが出せないっていうことで、まあ、渋々というか、まあ、しょうがないなと思いながら、ストラットをね、リサイクルショップで、まあ、本当に安いものを手に入れて、まあ、これでいいかと思いながら、ずっとこれで弾いてたんですけど、もうだんだんやっぱ愛着が湧いてきてね、すごい、なんて言うんだろう。ストラットはやっぱこいつじゃなきゃ出せないなっていう音がいっぱいあるなって思ってね、すごい気に入っちゃってるんですけど、まあ、結構ネオジャパネスクでもこいつで演奏することも多いんで、こいつはね、なんだろう、すごい、普通な音がするんですよ、まあ。良くも悪くも普通な音がしてくれる。なんかこう、変にギラついたりとか、なんかそういうことがなく、ストラトらしい音が出てくれるんで、使いやすいんですよね。で、いろんな歌物のバックで演奏するときも、まあ、普通の音がしてくれるんで、コントロールしやすいんですよ。
だからすごいこう使いやすいっていうね。で、あとはこの、僕はこのアームを結構多用することが多くてですね。これ。アーム奏法って言って、まあ、ジェフベックとかがよくやるような奏法なんですけど。こういうアーム奏法っていうのが聴いてて楽しいっていうところで僕はこのギターを気に入っていますぐらいかなはい、ということで、次に紹介する私の自慢の機材はですね、ヒカシラエクイプメントの3301トゥルードライブっていうねエフェクターなんですけど、それがね今僕足元に設置されてます。このヒカシラっていうのがですね、僕の実は知り合いが立ち上げたメーカーでございまして、海外からもすごい人気の高級エフェクターですね。これ最初この霧の箱に入ってるんですよ。もうそもそもこの霧の箱に入ってるっていう時点でもうシャレオツ全開な感じなんですけど、このヒカシラすべてですね、真鍮材でできておりまして、作者の意図としては使えば使うほどそのユーザーの色に変化していくっていうね、まあそういう、エフェクターでございます。でこれ多分ね当初は5万ぐらいするエフェクターだったかな。やばいっすね。もう本当に高級なエフェクターだったんですけど、もう今ね実はもう販売を中止してまして、もう伝説になりつつあるこのエフェクターなんですよ。でも海外からも結構絶大な支持を得てまして、これは売ってないのかっていう問い合わせが未だに来るらしいんですけど、もう残念ながら売ってないので、もしかしたらこれからすごく価値が上がっていくかもしれないエフェクターなんですけど、これねマジで機能性も含めても抜群にいいんですよ。で、何が素晴らしいかっていうと、音が太くなるんですよね。で、僕結構こいつをブースター代わりに使って、弾いたりとかするんですけど、まあ、トゥルードライブっていうことで、まあ、一応ね、歪み系のエフェクターになりますので、まあ、一度ね、音を聞いていただこうかなと思います。まずはね、かけてない状態で、普通にクリーンの音なんですけど、これかけると、もう低音から高音までしっかりとこうね、粒立ちがよくズーンと出てくれるっていうね、そういう素晴らしいエフェクターでございます。このエフェクターが素晴らしいのは、右手のピッキングのこう繊細にね、強弱を変えた時に歪み方がちゃんと変わってくれるっていうところが素晴らしくて、これがもう僕は抜群に気に入ってるんですけど、この原因もしっかりとまあ、緩やかなところからきつめにかかってくれるところまでしっかりと出てくるので、もうギャンギャン原因マックスにする。ゲインマックスにしてもなんか変な風に潰れたりはせずに、ちゃんと粒立ちがいいままゲインがしっかりかかるっていうね、まあそういう機能性抜群なエフェクターでございます。これ本当に使っていくうちに色が変わってくるっていうことで、僕もね結構野外とかで使っちゃってるんでね、こう靴で踏んじゃってるから泥っぽい色にはなってきちゃってはいるんですけど、まあ、真鍮製で塗装してないんですよ。だから、まあ、金属磨きで磨いてあげると復活しますよっていうのも、説明書にもちゃんと書いてあるっていうね。まあ、そういうエフェクターでございます。これはもう僕の大好きな一品でございます。はい。ということで、いろいろとね、僕の自慢の機材を紹介してきましたけどもね。他にもね、こうやってアンプ類とか、他にもいっぱいギターとか、あるんですよ。あとエフェクターもね、まだまだ全然いっぱいあるんですけど、まあ、ちょっと今日は厳選して、紹介させていただきました。多分本当に全部紹介したら3時間いくなこのペースだと3時間で収まるかなっていうぐらいのね、まあそういう感じでございますけどもね。
はい、まあ、ここまでね、僕の自慢に付き合っていただきありがとうございました。まあ、この動画がね、いいなと思った方は、高評価ボタン、そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ネオジャパネスク、与儀隆一でした。バイバイ。